平成28年6月8日、阿蘇市刈尾の麦畑で阿蘇産小麦の収穫が行われました。この小麦は道の駅阿蘇、農家、パン菓子製造業者で組織する阿蘇小麦利用研究会が作付けしたもので、道の駅阿蘇が費用を負担することで農家が安定して小麦を生産し、その小麦を業者が加工し販売することを目的としています。黄金色に輝く麦畑では豊かに実った大麦をコンバインが次々と刈り取っていました。道の駅阿蘇の話では、この小麦粉を使った商品はもちろんのこと、阿蘇産の卵や地元業者のレシピをつけ、パンやケーキ作りのセットとして販売していきたいということです。8月頃にはこの小麦で作った商品が参加店舗や道の駅で並ぶ予定です。